さあ、エタンの時間がやってまいりました。本日515回目の今日の表現は Exceptional。 さあ、皆さん、意味はどうでしょう。格別の、もしくはひときわ優れたという意味でよろしかったかと思います。さあ、問題はですね、なぜこの Exceptional が格別の、優れたという意味につながっているのか。その意図は語源とスペルですよね。もちろん皆さん、スペル、綴りでまず気づきそうなのがエクセプトですよね。例外、もちろん例外というのはある原則に当てはまらなかったものでございますので、例外、イメージは問題ないですね。ですから、格別の、優れたというのも、まあ、言ったって普通のものから外に出るぐらい、そこから例外、原則に当てはまらない、普通じゃないよってところから、皆さん、格別、ひときわ優れたというふうにイメージしていただいてもよろしいかと思います。もしくは、以前からお伝えしておりますが、皆さん、出だしのいいですね。皆さん、いいと言われたら、皆さん、出口のイグジットですね。もちろん出口と言われたら外へ通じる道でございますので、皆さん、いいと言われたら外ですね。ですから、普通のところから外へ出ちゃってると、プラスのイメージで外へ出てるというところから、皆さん、格別というふうにつなげていただいてもよろしいかと思います。そして、皆さん、エクセプトのそのイですね、それを皆さん、こちら、ここが右側でございます。exempt。これに当てはめることもできるかと思います。皆さん、exempt from。意味はどうでしょう。何々から免除されたという意味でよろしかったかと思います。で、もちろん、免除されている。まあ、例えば、exempt from。まあ、例えば、これ、今、料金があったんですね。普通は、我々が、商品を買う場合、お金がかかります。そこから外へ出ちゃってるんですね。ですから、お金がかからない。お金を免除されているというふうに考えていただいてもよろしいかと思います。ですので、exceptional、格別の、exempt、免除された。二つ合わせて押さえていただけると嬉しいかと思います。いきますかね。で、ちなみに、エクセプショナルですが、こちら公式問題集のピンクの4、テスト2のパート7の回答冊子186ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスカープ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。